本日は肩こりのメカニズムについて紹介します。よく言われるのは肩首周りの筋肉がガチガチに緊張している、これが一つ言われます。他には血行不良、老廃物の蓄積、大きく分けてこの3つがよく言われる内容になっております。1つ目、筋肉の緊張、筋肉がガチガチになるよっていうのは、同じ姿勢を長いこと取っているとだんだん筋肉の伸び縮みの動きがないので、どうしても筋肉は固まって緊張しやすくなると言われています。あと他にはですね、ストレス、まあ精神的ストレスだったり仕事のストレスなどを受けると筋肉は緊張しますよねってこわばって、これも一つ原因としては言われます。あと他にはですね、運動不足があると筋肉が緊張しやすいとも言われております。運動不足になると筋肉の伸び縮みをしたりとか、血液の栄養が行き渡らなくなったりするので、栄養不足だったり老廃物が溜まったり、筋肉の動き、柔軟性、柔らかさとかがなくなるので、だんだん緊張してカチカチの筋肉になるというふうに言われています。なのでよく皆さん、こうすごく私は肩が凝ってるよっていう方、もうここ筋肉がカチカチなんだよねって言われるお客さんとかも多いんですけれども、そういう方皆さん、じゃあものすごい肩の筋肉、普段からすごい運動したりとかして筋肉痛が出るほど使ってるかって言ったら、そういうわけじゃない方が多いと思います。そういう方は大体運動不足、肩甲骨とか肩周り、背中の筋肉の動きが少ないというのも一つ可能性としてはあります。